ご覧いただきありがとうございます。今回は先ほど終わったばかりのラリーガ第37節アトレティコマドリー対レアルソシエダの一戦についてお話ししたいと思います。結果は2対1でホームのアトレティコマドリーが勝利という結果となりました。これで今のる監督はアトレティコのホームであるメトロポリターノでは未だ未勝利の記録が継続となりました。今節マルカではブライス・メンデスがスタメンに予想されていましたけれども、今シーズンで退団が決定したイジャラ・メンディが代わりに先発となりました。右サイド明らかに久保を警戒しているかなというアトレティコの試合の入りで、久保にボールが入ると2人3人と一気に囲まれるような形が続きまして、明らかにアトレティコシメオネは久保を意識していたかなと感じました。ただ試合としてはどちらも睨み合いのような展開が続きまして、膠着状態ではないですけれども、なかなか展開が進まない前半だったかなと思います。しかし37分ですね、グリーズマンが中に切り込んでグラウンダー製のクロスなのかシュートなのか、かなりスピードの乗ったボールを中に入れ込みまして、これがそのままゴールネットを揺らしました。レミーロとしては味方あるいは相手がブラインドになった形だったかなと思いますので、対応がすごく難しかったと思いますし、結果的には一歩も動けずという形のゴールとなりました。でこのまま1対0で前半が終わりまして、後半開始早々アイヘムニョスのいい突破から兄貴へのスルーパスで、兄貴のシューター惜しくも相手に阻まれましたが、いい入りで後半がスタートとなりました。ただ1点先制したアトレティコは5バックですし、余計に崩しにくくなった中で、59分ソシエダは一気に3枚替え、オヤルサバル、メリーノ、アリツに代わりバレネツヤ、ブライス・メンデス、ゴロサベルが入りました。66分、アトレティコエルモンソのパスミスがゴールライン手前にいたバレネツヤに入り、一気にチャンスとなりましたけれども、バレネツヤのシュートは惜しくもゴールキーパーに止められました。で後半70分、イジャラ・メンディ、ティキタケが下がり、カルロス・フェルナンデス、アリショーが入りました。で今日この試合はもうティキタケ同行というよりはアトレティコの方がやっぱり数枚上手だったかなと、さすがビッグ3の一角かなと。ただその中でもソシエダではティキタケが一番脅威だったと思いますし、今日もよく戦ったんではないかなと思います。直後の73分、アトレティコの追加点、アトレティコらしい組織的な素晴らしいカウンターから一気にソシエダが崩されまして、アトレティコのモリーナに決められてスコアは2対0となりました。もうこの時点でほぼほぼ諦めムードという感じになりましたけれども、87分、兄貴が意地の一発で1点返したものの万事休すと、ここからソシエダは追加点とはならず、このまま2対1で試合が終了となりました。しかしですね、なんと同時刻で行われたビジャレアル対ラージョの一戦でビジャレアルが1対2で敗れましたので、最終節を残して見事ソシエダの10年ぶりとなる来季チャンピオンズリーグ出場が決定しました。おめでとうございます。いやもうね、出場できれば何でもよかろうという精神でとにかく残り2節までもつれましたけれども、来季我らが久保建英をチャンピオンズリーグの舞台でいよいよ見れるということになりました。いや本当にホッとしました。次節ソシエダはラリーガ最終節をホームで迎えます。対戦相手はセビージャとなりまして、日本時間6月5日月曜日深夜2時キックオフの試合となっております。以前コメントで教えていただいて知ったんですけれども、6月5日はティキタケの22歳の誕生日ということで、
自らのバースデーを10ゴール10回目のマンオブザマッチ選出で祝って、最終節を締めくくってほしいなと思います。ただソシエダとしては消化試合になりますので、テキタケの出場があるのかどうなのか、何とも言えませんけれども、また試合までにスタメン予想の動画をアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。